ジブラルタル国際空港、もしくはノースフロント空港は、イギリスの海外領土のジブラルタルにある空港である。ジブラルタル国際空港は、クラス A の空港にもかかわらず、パイロットが選ぶ危険な空港で、ヨーロッパの1位に選ばれている。またヒストリーチャンネルにおいて、世界で最も危険な空港第5位に選ばれている。これは、ジブラルタルの岩山、ザ・ロックがそばにあり、 東側からの侵入は、ザロックの崖の横にある滑走路への侵入が必要で、あるからである。その滑走路は、国境と平行に付設されているため、用地が限られており、航空機の誘導路は、東側しかない。航空機は、空港の滑走路に一側円にある、ターニングパッドで旋回して滑走路を戻ってこなくては、ならず、その間、他の航空機の離着陸は待機させられる。 東側、西側ともに滑走路の軽機侵入装置は未整備のため目視飛行での着陸をしなければならない。また、半島の南北が滑走路によって完全に分断されているため、ジブラルタルとスペインを結ぶ道路、ウィンストン・チャーチル・アベニューは滑走路を平面交差で横断している。道路は車両だけでなく歩行者も通行可能であり、 滑走路を歩く体験をすることができる。空港の滑走路を一般の車両や歩行者が横断するという光景はジブラルタル国際空港の大きな特徴である。航空機の離着陸時は道路側に設置された遮断機が降り航空機が横断し終わるまで車両や歩行者の通行が一時停止される。イギリスの海外領土のためイギリス本土との航空路線が多く就航している。 なお、領有権を争っているスペインの航空会社は、イギリスへの抗議の意味合いもあり、乗り入れを行っていないが、チャーター便が、スペイン国内などと運行されている。空港の前景。ありがとうございます。